サリーポッターは、イギリスロンドン出身の映画監督、脚本家、作曲家、ダンサーである。ダンスと振付を学び、25歳の時にリミティッド・ダンスカンパニーを結成。ダンスの短編映画を数本撮り、1983年に長編映画デビュー。ロンドンで生まれ育つ。母親は音楽の教師で、父親はインテリアデザイナーで詩人。彼女の弟、 ニック・ポッターはバンダーグラフ・ジェネレーターのベーシストとなった。15歳の時にいくつか短編映画を撮り、ロンドンのコンテンポラリーダンス学校に振付師として所属する。映画作家として影響される思想的背景は何かと問われた際、無心論者の背景とアナキストな背景が由来しているが、これは私が何事も当たり前とは思わない。 疑問に満ちた環境で育ったことを意味すると答えている。ポッターは14歳の頃におじからもらった8ミリカメラでアマチュア映画を作り始めている。16歳の時に学校を中退し映画作りに打ち込んだ。ロンドンフィルムメーカーズコーポラティブに参加した後、1968年から1970年に彼女は自分の生活とやりたいことを行うため、厨房での労働者や BBC でのピクチャーリサーチャーとして働いた。ロンドンフィルムメーカーズコーポラティブでは、ジャークやプレイなどの実験的な短編映画を制作した。彼女は、その後、ダンサーや振付師として、ロンドンのコンテンポラリーダンス学校で教え、ジャッキー・ランスリーと共にダンス会社を立ち上げる前までに、コミューバインズを含む映画やダンスの振付を担当した。ポッターは、マウンティング、 デスザ・メイデン、ベルリンといった舞台作品においてパフォーマンスアーティスト、演出家として賞を受けた。加えてフェミニスト・インプリバイシンググループやザ・フィルム・ミュージック・オーケストラなどのいくつかの音楽グループに所属し歌手や作詞家としても仕事した。各曲で綴られたアルバム、オー・モスクワを制作する作曲家のリンジー・クーパーとコラボレーションを行い、 アルバムは1980年代後半にヨーロッパ、ロシア、北、アメリカでリリースされた。ポッターの音楽の仕事は映画オールランドのサウンドトラックをデビットモーションと共同で作曲したり、自身も映画のラストシーンで IAMU を歌った映画単語レッスンのスコアを作るなど後にも続くことになる。彼女の最近の音楽の仕事は愛を綴る歌や レイジといった映画のオリジナル曲でフレッドフリスと一緒に音楽プロデューサーとしてまた共同作曲者として参加したことである。振付師としての仕事について彼女は振付師は完璧なまでの貧しい劇場なんです。求められることは体といくつかの空間に意志を働かせることだけ。だからどのように演出するかを学べたのが振付師でしたし、 どのように働かせるかを学べたのがダンサーでしたと発言している。国際的なフェスティバルを回り、ヒットした短編映画、スリラーで映画制作を再開する。これに彼女の初となる長編映画でジュリー・クリスティが出演するザ・ゴールド・ディガーズが続いた。彼女はその他にもザ・ロンドン・ストーリー・チャンネル4のドキュメンタリーシリーズのティアーズ・ラフター。 フィア・アンドレイジ、ソビエト映画の女性を描いた i, ox, I a m ン・オックス、IAMA ホース、IAMA マン、IAMA ウーマンといった短編映画を監督した。国際的に公開された映画、オルランドは彼女の仕事を広く監修に知らしめた。ティルダ・スウィントン主演でバージニア・ウルフの同名小説をもとにポッターが脚色している。アカデミー賞にノミネートされ、 オールランドは25個以上の国際的な賞を受賞した。ウルフの書いた多くの小説は400年以上も前が、舞台な上、男から女に性別が変わるキャラクターを用いていることから、元より映画化は不可能と言われてきた。それゆえに、資金難に陥ることが判明し、撮影と編集に20週しか書けなかったのにかかわらず、完成には7年を要した。 オールランドはフェミニン映画と言われることもあるが、ポッターはそれを否定している。彼女はインタビューで、私の映画はその言葉を使うことができないという結論に達しました。解放、尊厳、平等の約束という言葉を生み出した、その基本原則を否定する意味ではありません。しかしその言葉は、人間が考えるのをやめてしまう言葉になります。その言葉が会話に出たときに、 人は、文字通りに、肥料で目が曇ってしまうのですと語った。純粋なフェミニン運動の代わりに、ポッターは男になる厳しさ、女になる厳しさの両方を映画で主張している。彼女の次の映画は、有名な単語ダンサー、パブロ・ベロンと共に、自身も出演した、単語レッスンである。ベネツィア国際映画祭で、プレミア上映され、マールデル・プラタ国際映画祭で最優秀映画に、 送られる、オンブルデオーロを受賞、ソシエダ・アージェンティーナでアウトレス・ワイ、コム・ポー・シトーレスでムジカで、ザ・サデイック・グレート・アワードを受賞、英国アカデミー賞とナショナル・ボード・オブ・レビューで優秀作品にノミネートされた。単語レッスンは、0ジの脚本を執筆している最中に、ベロンとアルゼンチンの単語を学んだ経験をもとに、自伝とフィクションとを組み合わせたものになっている。単語レッスンは、 ポッター自身が劇中で演じた最初の映画となった。この決定に関して彼女は私が踊りたい欲求が映画の勢いから出てきたため私は演じなければいけないと悟ったのですと語る。ポッターはパブロ・ベロンと映画耳に残るは君の歌声や舞台作品カルメンでも共に仕事をした。ジョニー・デップ、クリスティー・ナ・リッチ、ケイト・ブランシェット、ジョン・タトゥーロが出演した。 映画、耳に残るは、君の歌声は、2000年のベネツィア国際映画祭でプレミア上映された。ジョアン・アレン、シモン・アブカリアン、サム・ニールが出演する映画、愛を綴る歌が続いて発表された。愛を綴る歌は、アメリカ同時多発テロ事件への直接的な反応で書いており、ポッターは映画作りをより実験的な手法に戻そうと考えた。脚本は、 で書かれており映画の予算はは耳に残るは君の歌声よりずっと少なかった映画の予算とスタイル面でのアプローチについて彼女は多くの予算があるようには思えなかったのでもともと照明を使わずに撮影する方法を見出そうとしていました一つの解決策は1秒6フレームか3フレームで撮影することでしたそれぞれのフレームで4回として主演に迎え テルライド映画祭でプレミア上映された。この映画は2012年に英国で限定公開され、2013年初頭に北米でも限定公開された。2017年、ポッターの映画ザ・パーティーが公開された。ポッターの映画とビデオ作品による回顧展が2009年にロンドンのブフィー・サウスバンクとマドリードのフィルモテカで、2010年には ニューヨーク近代美術館で開催された。ポッターは2012年の国王誕生日に行われる、叙勲にて、大英帝国勲章を受章した。ありがとうございます。